じゃん。てなわけでこうやってガン首揃えたわけだけどよ、大反省会って言い出したはいいけど、お前ら何かこの4年間で反省することはある？ない。おい、どんだけやる気ねえんだよお前ら。つうかお前らどう考えても人生の8割は反省しなきゃいけない連中でしょうが。でも新八、4年間で201話もあったね。あんま細かいこともう覚えてないある。まあでも節目の話とかは覚えてるでしょ。そういうところから思い出して何か反省できればいいんじゃない。例えばゴールデンから夕方に左遷された一発目とか、あの時もそれまでのツークールを振り返るって言って鍋を始めたんだっけ。今この静寂の中で誰が先端を開き一番に肉をつかむか、これが問題だ。あえて意地汚い不意地が張っているなどの汚名を引き受ける覚悟を持ち、周囲を牽制しつつ先手を切った者にこそ鍋を支配する権利が与えられる。つまりそれこそが鍋将軍。この勝負第一手を制した者が勝つ。取った。あれ、火弱くなってね。鍋将軍は俺だ。ぬっ、箸。まさかあの一瞬で。いけ、ジャンプスティックスキャットミサイル。あ、やらせはせんよ。パッチュ。鍋将軍はあたいだよ。この女無垢なんかじゃない。このガキ鼻から白滝が出ている。神楽恐ろしい子。今頃気づいたのかい坊やたち。腹を鳴らすところから始まり白滝に夢中になるところまで全てがあたいの芝居。ケツの青い坊やたちを油断させ鍋将軍になるための布石だったってことに。そこで指をくわえて見ているがいいね。お前たちの愛する牛肉が小娘に蹂躙される様をね。ふん。何、一気飲みだと。ヤタ族の胃袋は化け物か。まさか。その通りさ。お前が今まで牛だと思って食べてきた食卓の肉はすべて安い豚肉だ。私はその時自分の足元が崩れ去るような言い知れぬ不安を感じていた。もう誰も信じない、信じられない。てめえら全員足の小指骨折しろ。そういやんなこともあったあるな。あの話からだったな。今やアニメ銀魂定番の BG オンリーでグダグダトークをやり始めたのって。そうでしたね。斬新かつ前衛的な演出だったのに単なる手抜きっぽく思われてたもんな。いや手抜きだろ、純然たる単なる手抜きだろ。いやだからあの時もちょっと反省して家ごと回したりとかしたじゃん。もっと言っとく？ちょっと待った。はいはいはい。どうしました近藤さん。新八くん、よろずやだけでなく我々も反省したい。ぜひ振り返りたい。そうだな、俺らも反省することあったな。うん、やっぱあった。ま、俺ら新選組が振り返るとしたらこの辺ですかね。見知った顔も見えるが、そっちに着いたからには死ぬ覚悟はできてんだろうな。新選組局中法度第21条、敵と内通せしも、これを罰する。てめえら全員俺が粛清する。新選組一番隊隊長としててめえらに最後の教えを授けてやら。圧倒的に力の差がある敵を前にした時、その実力差を覆すには数に頼るのが一番だ。
呼吸を合わせろ。身体ともに気を練り、最も充実した瞬間、一斉に切りかかれ。そしてどうとは言わねえよ。俺も似たようなもんだ。ひでえこと腐るほどやってきた。あげく死にかけてる時にその旦那叩き切ろうってんだ。ひでえ話だ。俺はただ惚れた女には幸せになってほしいだけだ。こんなところで刀振り回してる俺には無理な話だが、どっかで普通の野郎と初対持って、普通にガキ産んで普通に生きてってほしいだけだ。ただそんだけだ。いや、おかしいよこれ。確かに共同作業だけれども、トタッ、これなんだその親指は。やれってか、やれっていうのか。誰かあの指を折ってくれ。ふざけるな。どこそのマニアックなビデオじゃねえんだよ。加藤鷹じゃねえんだよ。加藤スズメなんだよ俺みたいなもんは。しかも全員ガンビじゃねえか。さっきまでバナナに夢中だったくせに今度は俺のバナナか。新八君助けてくれ。残りは持って帰ろう。タッパーはいいから、持ち帰らなくていいから。バナナ、どこまで家庭的なんだ君は。あ、なあ、お父さん、最後に君の笑顔もう一度見たかった。で、ちょっと待って、お前ら二人なんかかっこいいところで俺だけなんかおかしくない？っていうか、俺だけ出番なかったんですけど、ひどくないっすか？え、山崎、お前なんか反省するところあったっけ？地味すぎて覚えてねえや。聞こえてるからね。わったわった。じゃあ、ザキのこともなんとか思い出していこう。反省していこう。じゃあ、こんな感じで。まだまだだね。はい、終了。短っ。おい、黙って見てりゃ何だってめえら。このクソ以外反省する気ねえじゃねえか。ちゅーっとかっこいいところ改めて見せたいだけだろ。早くそって言うな。脇役どもが生意気ある。あんた、最終回でもろくに出番がなかった連中が調子乗るんじゃねえよな。最終回のことを言うんじゃねえ。バボラー、うわ、相当じゃねえか。やったれ脇役が。望むところだ。死ねえ肘方。あれ、違うくね。どうしよう、なんかとんでもない古典的な表現の喧嘩が始まったんですけど。そういえば俺はまだ反省していなかった。え、やるなら今しかねえ。やるなら今しかねえ。ジョイがジョイ、ジョイがジョイ。はい、そこで行くぞ。違う、喋りゃサインじゃなくて。お前本当は俺のでいないところでベラベラ喋ってんの知ってんだがな、俺。もう一回な。ジョイゲーム。なかなか悪くないだ。強いて言うなら、もう少しリリックが立っていれば国技館でソロライブも不可能と。ジョイ、何がソロライブだ。反省のしどころがおかしいんだよてめえは。ダメな銀時ネタんでねえ。一体これどう収集つけるんだ。つうか、そもそも
これのどこが反省会なんだ。こんなグダグダイベントで流して許されるのか。あれ、もしかして今僕が反省してる。え、まさかだから反省会。いや、まさかそんなうまいこと言うな的なオチはない。